4、3、12、3、4、2が8、2、3が6、2、1が2、4、9、3、16、9、3、27、9、1が9、4、1、28、7、21、7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 、
どうだ。中堅さんおはようございます。ゆずまるさんおはようございます。クレイジーさん50年のありがとう。はやぶさ10号さんはじめまして、こんにちは。どうでしょう、合っとる。そろばんをしております。今解放もう忘れたな。あったんかな、電卓こにゃあっとる。これうえ惜しい、ほんま。暗い鳥が違うんか、ほんまよ。サンサンじゃった。え、あ、ほんまじゃ、間違えた。1848139、間違えた。04301はイエーイ、割り算あっとった。トマキさんおはよう。やばいね、ずっとやってないとやっぱ手鈍るね。足し算が何 ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10問足すんですけど、位が4桁から4,5,6,7 7桁まであって、マイナスの7桁もあるんですよ。足し引きミックスになってて。ヨッシーさん50年のありがとう。そう、そろばん。間違えた。できた。割り算のやり方が一瞬わからんかった、クライドリが。もう一枚やってみよう、割り算。小数点してみる。できるかな。割り算もうほんまに忘れた。どうやってやりよったんかね。こうか。こう。ダメじゃん。これ謎の問題じゃない？5912÷573。
最初1か。ダメじゃん。切り捨てのやつか。切り捨てだ。違う、四捨五入だからこうだ。 102.818 基礎小数点難しい。そろばん中。どうだ。じゃじゃん。でもマジで割り算自信ない。やり方思い出さんといけん。黒いどりが違うね、やっぱり。パクパク。よくわかんない。25日になっちゃった。ともあきさん50年のありがとう。 STU 大大大好きさん50年のありがとう。キミさんおはようございます。トトロパパさんおはようございます。足し算掛け算しか苦手かも。割り算がほんまに思い出せるん。暗い鳥がどうやってやるんかもう分からんくなった。どうだったっけ。誰かそろばんできる人。やっさんいってらっしゃい。なだれ式さんおはよう。手元移す。こんな感じ。文字が見えん。これ足し算ばっかりや。あ、動いたかも今。1問できたって感じ。グラコロをパンに挟んで食べました。ほうなん。電卓めっちゃ苦手なんよ。ふん、暗算出てきた。 48×54 は多分もうこれ今はね筆算で知った方が早いんだと思う。間違えた。いっか。ん？ん？待って、分からんくなった。16。
違うわ、こうだ。じゃん。そろばんめっちゃ苦手。あ、ベルちゃんおはよう。ゆな寝起きでそろばんしてる。おはよう。やささんおはよう。そう、そろばん、そろばん使ったことない人も多いよね。合っとる？暗算。そう、やったー。おはよう。ひろさんおはよう。そう、子供の頃小6までしてたのよ。でも絶望的にできなくて。あ、これ簡単だ。あ、間違えた。見える？こういう問題があったらここもゼロなので、ここなしで考えて一個位を上げるんですよ。ここにするんですよ。で、下から1個目だから気にせず、もう56、7、56、7、56、7、56、7、49で、7、63、153で、こう合ってますか？ゼロがいるかな。高校の宿題じゃないの。昨日 LINE ライブでそろばんしたからやろうかなっていう。ゼロいる？暗算ほんまに苦手。そろばんしかできない。マスクさんおはようございます。おはよう。メルちゃんではピアノができるやん。ピアノやりたかったいうな。やったー。このゼロと小数点の問題なかなか簡単なんですよ。一桁かけてけばいいから。おはよう。東京特許許可局局長さん、やってたいうな。もやったらでもめっちゃ怒られてた。やったー。暗算の足し算は言うな、あの2桁ずつとか1桁ずつ足していくんですよ。だから難しい。9451。謎な言葉だけ出た。そう、違うんかな。違ったわ。どこで違ったんだろう。1、2、8、7、9、4、6、5、3、5。あ、もうわからん。掛け算、掛け算でも小数点3桁3桁とか出てくるんですよ。割り算の暗算どうやってやりよったんじゃろう。やばい、もう記憶にない。そう、
918割34は間違えた。91引く違うんだ、23が6、24が8、68だから91引く138だ。で難しい。待って、13になるわけないよね。2か。カメラが動いた。で21の27だ。918割る34、27。やったー、割り算の暗算でございます。あまりをこうやって言うのは上に書いてた。もう一気に頭で計算できんけん書いておりましたわ。はい、こんな感じでそろばんと暗算でした。あら、私段まで取った。段取れんかったんだっけ結局。でもこれ段のプリントで一級じゃなかった。これは段ですね。段はあれなんですよ、初段の検定とかじゃなくて、取った点数であなた今回は何段ですみたいな、まあ、下がることはないんじゃけど、そんな感じなんですよ。で、あの9のやつはあの問題の難易度が違うので、1級の検定とか10級の検定ってあるんですけど、そう、そんな感じ。番頭さんマジで電卓より多分やらソロ版の方が早い。電卓めっちゃ打ち間違えるんですよ。でも今ならどっちもどっちかもしれん。ソロ版もっと練習しよう。宿題終わったらソロ版しよこうかな、この休みの間さあ、なるみさんおはよう。以上今日はソロ版でした。ということで55分過ぎたのでテンコタイムに行きたいと思います。マグネット亀だけソロバン、ソロバンテンコタイム行きます。スペシャルギフトくださった方、お名前をお呼びします。お返事ください。青色大好きさん、はい、アイスはバニラ派、スケモンさん、はい、タイガーさん、カメさん、はい、アマグリクリちゃんさん、イエイ、私がモテよヨッシーさん、はい、ヤマボンさん、はい、ヨッシーかっこあり鉄尾さん、はい、ありがとうございます。それではランキングいきますよ。ランキング、これソロ版でできんかな、無理か。13位、タンリさん、はい。12位、カメさん、はい。11位、青色大好きさん、はい。10位、東京特許許可局局長さん、言えたはい。9位 SY さん、はい。8位カズさん、はい。7位あやさん、はい。6位哲夫さん、5位 STU 大大大好きさん、
4位なるみさん、3位あきさとさん、2位瀬戸内のミニマロンさん、1位ヤマポンさん。はーい、東京都許可局、許可局局長さん早口言葉じゃ。言えた、やった。はい、壇上の皆さんありがとうございます。おめでとう。それではさらばですね。これもう休み期間だから8時になっても切れないのよ。おう、バイバイ。それでは最後に皆さん、はーい、バイバーイバイバーイ。かまもたね、ありがとうございました。5 4 3 2 1バイバーイ。かまもたねー。